次はですね、先ほど演奏した曲は中国の甘粛省、もう聖域に近いところの曲で、もうちょっと西行くと新疆ウイグル自治区とかチベット自治区とかで、その北にモンゴルがあるんですね。その辺だから中国 の、 ど真ん中よりちょっと西側だったんですね。これから演奏する曲は中国のうんと東、山東省。山東省ってどこなのかというと、日本があって朝鮮半島があって中国があるんですね。朝鮮半島から、黄海を渡ったらもう山東省です。ですから中国の一番東の果て、ね、山東省に伝わる民謡、一重の花、一枝花と書きますね。一重の花っていう曲ですね。まあ、日本語で言うと一輪の花と言ったら正しいかもしれないですけど、一枝花と書いてあるので、私が個人的に一枝の花と言ってるんですね。これも山東省に伝わる民謡で、民謡をそして現代の作曲家がこの二胡とヤンチンが演奏できるように編曲したものです。前半は緩やかで民謡風で、後半はちょっとリズミカルになってくるんです。